いいおシジュームでございます。えー、まあ、あのね、使ってるエアガンを随一紹介していこうと思うと、この場合、車に乗せっぱなしだったりとかするんで、えー、部屋に持って入るのが多少めんどくさいっていうのは気になるところで、えー、持ってきました。M14 です。ね。まあ、後ろにある M14 とは全然違います。えー、まあ、丸いの電動ガンですね。 まあ、ある意味紹介するほどのこともないっちゃないんですけど、まあまあ、私の仕様はどうなってるみたいなね、見た目にマガジンさせておこうかな。多分入ってないね。まあ、電池も入ってないんでね。ね。まあ、これ、比較的、動画にも、動画というか、サバゲン、使ってると思います。えー、ね。よく見てる人は分かってもらえてると思うんですけど、これね。 フルオートを打てなくしてありま,すまあそこの説明は後でもいいかな。まあ外装はね、この、えっ、ー、と、クラフトアップルかなのウォールナットのストックです。一応も結構、えっ、ー、とね、出た当時に買ったんで、もう20年ぐらいなるんじゃないのかなぁ、うん。いつ発売されたかわかんないで、あの、ウィキペディアで調べてください。<laughs> ね。 でこれもあのキャンバスのスリングがついてるまあ一応やとね結構革のスリングつけたいんですけどキャンバスのスリングがついてる理由としてはねガスボロも持ってるんでガスボロに革のスリングつけてこっちにはキャンバスのスリングです別に両方とも革でもいいんですけどそんなことすると見分けがつかない <laughs> 瞬間があるんで <laughs> まあ見分けをつけるためにねまあスコープも載せてないですしねまあまあいいんですけどねっ なぜセミオートにしてるか、その元凶はこのセレクターのこいつだ。このね丸いやつです。普通はねつまみみたいになって,てこれをコロコロって回してフルオートとセミオートと切り替えれるんですよね。でもねこの丸いやつにしてしまうとね、よたまにねカスタムのショップさんとかでねこれつけている作ってるとこあるんですけど。 まあフルオートができなくなると商品性が落ちると思うんでしょうねまあこう丸いまんまでクルクル回せるようになってるんですよねまさかこれがスみオとよ用って知らないことはないとは思うんですけどこれね実は僕本物持ってるんですよねここのパーツをねこのここのこの丸いパーツのね実物をねこの丸いが電動が発売するよりも以前になんかイベントでねおっ これあれやんけみたいな連れ止まりやがって買ったのを覚えてます。で、それをね、ここに合わしてみるとね、まあ、シャフト系が違ったりとかね、最後の固定の仕方違うんですけど、丸いのは結構リアルなんですよね。で、キュッてはまって、こうね、切り欠きが入ってて、こう、はまり込むようになってるんですよ。で、ピンで固定すると、動かない。だから、これはね、 フルオートを殺すためのメクロブタなんですらねで僕がこのねパーツの存在をね,ねこ,うあこういうの使ってるんやなっていうのをあの写真とかで見たのはねもうイラク戦争とかになってからかなのまあ要はもっと近代化したこのストックが違ったりとかもちろんスコープ載せるねそのまあスナイパーライフルというか純スナイパーライフル的に使ってる。 一応にこれ,これが使われてるっていうのをね見てたんで当時はねあのちょっと近代的なこともやってたんでスコープ載せてこれやろみたいなねで攻め音で使うんやみたいなことやってたんですけどまさかって思ってナムセン当時の一音持ってる写真を探すとこれついてるんですよねこいつが。でしかももスコープも載ってない ここういういいスタイルででれついてるんですどういうことかっていうとね結局採用した時はこいつはフルオートで打てるっていうのは売りで採用したはずなんですけどフルオートがやっぱりまあ素人というか慣れてないやつに打たすと危ないと。で結局攻めようとで打つのを推奨しようってなったんですけどいやもうセレクターが分かりにくいんですよね結局。分かりにくいんでい うってなくしてしまえっていうでをもこんなパーツつけちゃったんですよね。だからどっちかというとねこのあのスナイパー用に行けてるカスタムパーツみたいなんではなく行けてない兵隊のためのもうアイテムなんじゃないかなって思います。まあ当時はねでもそのスタイルでやってます。 まあ、ほんまはスコープも乗せたい。いあの、電動に関してはね。ガス風呂はいらないですけど、電動に関してはスコープ乗せたいんですけど、そのスタイルの再現されたスコープどころかマウントも何にも出てないです。どっか作ってほしいな。あとね、マガジンは、あの、こだわりのスプリング球団です。最近買い替えた、えマ、ー、グ、MAG っていうところね。 海外メーカーカのマガジンです。スプリング球団で70発ぐらいと、うん、でもね動画見てる人は分かると思いますけど僕ね70発入れないんですよ4050発にしとくんですよ40 50発にしといて結局球がすぐなくなってうんってなるっていうね70発にしたら大丈夫なのかっていうとそれも分かんないですけど1 6系がね普通ね80発ぐらいでやってるんで セミオートで売っててなんでこの560発でそんなに弾数が少なく感じるのかよくわかんないんですけどうん、管理が悪いのかなまあその辺ちょっとテーマですこの銃のねまあまあ電動の一応まあまああの多分持ってる人とかね前から話聞いてる人は知ってると思いますけど一応まあよく当たりますなので別にその飛びに関しては触る必要ないんですけど まあいにしえにちょっとね触ってるんでカスタム自体はしてありますただし意味はないです <laughs> ねノーマルで十分ですということで m 1 4でした